画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。はい、来ましたね。最近ほんと映画を見る時間があんまりなくてストレスでも自分でストレスを分かってるうちはまだいいよね、これがさ、自分自身も何からストレスが来てるのか分かんなくなってからが危ないと思いますね。でストレスが分かってればそれをどう発散するべきかっていうのも見えてくるじゃないですか。でもストレスが見えなかった場合、自分でそれを認識してないわけですから、こう発散しようもないまま溜まっていって、ある瞬間表面張力を超えたね、あのコップのように溢れ出してしまうという、ことにもなりかねないわけなので、普段から自分のメンタルケアっていうのがね、大事かなと思います。そんな話しながら、この殺戮のデッドバイデイライトをなるほど、これはまさにやつですね、ネメシスですね。ヘルレイザーコラボ、皆さんあのベータそこに生まれるのかちょっと待って、あ、これ2人やってか、ちょっとあれ引き継いでいった方がいいかもね、このトムソンに。こっちに引き継いでいきたいな。あ、見られた、私。なるほど、いいフェイントだ。危ない、危ない。そのね、無知に当たることには許されない。さあ、ここから私のパーク、来ました。鋼の意志、怪我の巧妙、リンクの時、魂の平穏ということで、殴られても、いや今はね本当にマシ、この4つのパークが揃ってたからこそあれ避けれたと言っても過言じゃない、いや避けれてはない、すれ違ったと言っても過言じゃない。さらにここからすぐ治療、足跡も血の跡も泣き声も殴られた時にさえも泣き声を上げない超隠密信子、即治療することによって、怪我の巧妙、こちらをね節約します。しかも妊婦の時の、効果によって治療している時の声が一切失われる。こうやってチェイス時の時に一気に幕下でて治療することができます。まあ、私ネメシス相手だったらちょっと任してほしい。結構ネメシス相手は自信あるチェイス。どっから来る、どうしようかなこれ。破滅先に探そっか。あ、ナイス。あ、ちょっと待って、不死破滅だな、もう一個探さねばだな。どうしようかな、この辺のところにね、そうシャワールーム入ってたりするんだよね。ここら辺にもないかな、なさげ。ここは、いや結構端っことかにあったりするんだよね、こういう場合。こういうところとかね、一番厄介なのがなんかバケツ、あ、ナイス。よし、さっきの発電機やろう、続き。さっきの、バケツ、さっきのバケツじゃない、バケツみたいなところに入ってる時あるんですよ。ナイス発電。さあ、誰かが殴られた。まあ、ネメシスに殴られるうちは、まあ、まだ儲けもんよ。感染してないうちだったらね、全然いかようにも100通りぐらいもうチェイスの仕方あるから。100通りもないかな、いや分かんない、状況に応じたらとんでもないバリエーションのチェイスを叩き出せると思います。というのもね、このゲームしっかりした攻略法ないじゃないですか。で、何かをやれば自分のレベルがアップするっていうのの指標が難しいんですよね。で、積み上げていくものって何かといったらチェイスとかの心理戦、こんな感じになってくるわけですよね。で、このチェイスの心理戦も自分の中に逃げるバリエーションを、手をね、いくつか作っておくというのが重要です。さて、あそこでもしかしたらこの近く釣られるかな、こっち釣られるねよりによって結構進んでる方に釣られちゃったな、これ。どうしようかな、一応大回り回って助けに行く流れに行きましょうか。これあれだな、離れないタイプかもしれませんね。
回私真上から待機してギリギリのところで救いましょう。もしキャンプされる場合は一人が助けに行ってこの真ん中の耐久範囲ギリギリのところで救出して、見られてないか、命の透過交換をするっていうのが一番嫌いにとってダメージが高いんで、もうちょっと待ってね。あら、もう一人いたか。まあ、どっかで治療しておくんなまし。落ちる時間も考えてそろそろだな。そっち今、もう今しかない。殴られた。オッケーオッケーオッケー、殴ってくれた。あー危ね。これ命の透過交換です。私今回加速パークは一切ないので、あそこでデッドハード出すとかも。さあこっから、あそこの発電機厳しいんじゃない、そこの発電機やばいじゃないか。おおお、向こう行った。バベチリだねこれは。不死破滅バベチリっていうのが俺でもう分かったので、ちょっと今のうちです。ありがとうございます。回線落ちた。最悪の回線落ちタイミングだよこれ。あれ回線落ちたね、落ちたね。私命の透過交換した意味ってほぼないよねこれ。なんだろう、ネメシスの、あ、ネメシスのチェイスができる人が命の透過交換がね一番ちょっと効率は悪いんですよね。ネメシス相手だったら私頑張ってチェイスできる自信があるんだけど、しまったな、回線落ち。まあこれわざとじゃないと思いますね。今走りながら落ちてたんで、ありがとう。このね、この半分過ぎるまで助けてくれるっていう、このこれ本当にありがとう。耐久入ってないだけでだいぶマシ。これね多分生き残るの難しいかもしれません。多分あの人のとこも離れないと思う、おそらく。あ、離れたかな。ちょっとでも発電機やろうかな私。あれ怪我してる、まずいぞ、助け行くぞ。やばい、戻ってるねもう。うん、多分これ確実に落とす流れですね。もう発電機やろうって言ってもここ一番進んでるのが近いってなこれ。ちょっと一回触って、いやもうそこだよね。もう透過交換ここで私するわけにいかない。そんな美味しい思い嫌いにさせたくねえ。いかにキャンプが虚しいかを教えてやりて、そのために私は頑張るんだ。治療、自己治療持ってくれよかったな俺。自己治療持ってくれよかったな。これねもうあの元気なスミスキューに任せておきましょう。私も発電機進めたいと思います。これ急な絶望感が溢れてきたね。とりあえず発電機すぐ探そう。この辺ないかな。ここにあるね。よし、もう私はここ集中して回し切ります。うん、スミスキュー見つかったね。多分もう救えないかなと思います。透過交換するならいけると思うんだけど、多分しない感じだと思う。うん、OK じゃないんだよね。ごめんな、せっかく私の命の透過交換してくれたのに。いやその分私ねチェイス頑張るから絶対。こういう時はねもう映画の紹介できません。このゲームでねやっぱ悔しい思いすることってただあると思うんですよ。でもねチェイス力を鍛えれば、チェイス力を鍛えればね、それにねこの少しでも抗うことできるんです。うん、ゲームの悔しさはやっぱゲームで返していくね。なので頑張ってチェイス自分の番になった場合したいと思います。スミス君自己治療あるみたいですね。私も自己治療持ってきとけばな。チェイス頑張ると言っても加速系パークがないので、基本的には板と窓枠を使って複雑回帰に立ち回る方向でいきましょう。宝箱どっかに落ちてたよね。最初の発電機の近くだったかな。あそこちょっとチェックしてみましょうか。これはですね、普
通は1人回線落ちていなかった場合、こうキャンプ気味のキラーがいた場合はですね、もうガンガン発電機進めて、点数もランクも落ちてキラーのね、で、あ、キャンプってのはなんかちょっと良くない戦法なんだなっていうね、その良くないというか効率が悪いんだなっていうね、戦法なんだなっていうのをね、こう与えてね、印象をね。結構ここ進んでるところを警戒してんな、印象を与えて、そこからプレイングを脱却させるというね、私のね目標があるんです。 OK、 もちろんキャンプも戦略のうちですよ、うん、キャンプしなければならない場面っていうのは多々あるんで、キラーってのはね、よし、もうキラーをね、ちょっと待って、追われてる、こっから私頑張るべきでしょう、2台分チェイスしてやる。 OK、 まずは捕まらないことが重要、この先は板あるね、まあ、存分に板あるでしょう、ここはもちろん倒そう、じゃあ今度はこっち、板を節約しながら次のチェイスポイント、チェイスポイントに動いていきたいと思います。まだレベルが上がっていないようだな、無知を当て、ちょこのゾンビは優秀すぎる、一旦外に離れましょう、大外に行く、なるほど、じゃあこっちの方参りましょう、これはゾンビをわざと板のところに来させるつもりなので、だったら一回スタン、ゾンビを倒す、その間にこちらです、そう、まだ使えないよその無知は、私おぶせなんで、もう一人のサバイバーにずっとチェイスしてるのは分かってるはずなんで、その間に発電機やってもらいましょう、さすがに諦めたか、オッケー、よしよしよし、そう、何でも戦略、これね、デッドバイデイライトね、そのキャンプも戦略だったら、キャンプを引き剥がすために発電機に集中するっていうのもやっぱ戦略なんですよね、そのために味方を、犠牲にするっていうのもありのありなんですよね、初っ端釣られてキャンプされる味方からしたらたまたまじゃないんだけど、キュキュキュッと来てくれ、ないか、よし、でもこれ釣り僕使おう、スミスキュン大丈夫かな、あー感染してるな、ここに付けていって1台にしたいね、グレートスキルチェックガンガン出していくぜ、この気合い入れていくぞ、なのでですね、この捕まれたね、チェイスの腕を上げていくっていうのがですね、このゲームの面白いとこでもあり、あらゆるその戦法を出してくるキラーへの唯一の対抗手段よね、うん、いけるかこれ、ダベチで見られてるはずだからね、まあ別につけなくてもいいっちゃいいんだけど、やば、ちょっともう一回離れよう、別につけたところでよ、一回救出を優先させましょう、あそこ無理やりつけちゃうとね、チェイスがあの辺で厳しくなるんで、ここで差をつけて命の透過効果にならないように救出するってのが、この2人残った時の重要なポイントなんですよね。だからちょっと早め早め5分前集合なんだよね。すげえ。そっちか来てる。でもいけるね。チェイスする。私の方じゃないか。じゃあさっきの発撃戻りましょう。ストライクあるかな？釣らないよね、多分。全滅狙いたいから。まあ釣らないでしょう。さっきの発電機やりたいね。来るかな。
なるほど。これ逆にもう発電機やりに行くのやめて、リカバー終わる頃を見計らって治療しに行きましょうか。うん、こういった絶望的な状況になっても諦めないっていうのが重要です。なぜかというとですね、諦めてしまうとですね、先ほど言った、ちょっと待って、これゾンビに感づかれるとまずいんだぞ。ここで、デッドバイデイレートで唯一キラーに対抗していく手段っていうのは、このチェイス力だと思うんですけども、このチェイス力のパターンを広げるためには、もう死んでもいいから、やりきるっていうのが重要なんですよ。うん。一見ね、成功体験が非常に重要なゲームのような気がするでしょう。実は違うんです。結果じゃなくプロセスなんですよ、このゲームの重要なところっていうのは。その結果脱出できたか、結果ダウンできたかって実は大した問題じゃないんですよ。それは結果論なんですね。ちょっと待って、こっちこっちも来てる。どこでどうチェイスを繰り広げ、どう動けたかの積み上げが重要なんです。結果その後ダウンしようが逃げ切ろうが私は一緒と考えております。ちょっと待って、こことこっち、こっちに行け。やっぱあの発電機結構進んでるから狙っちゃったね、先回りされちゃったね。ここのレリー研究所ってこの壁がなんかこう入り組んでるんで、どこに走っていったか、キラーがどう先回りしたかっていうのを読むのが重要なんですね、これね。ちょっとツルボックスもいらないか、もう即治療しよう。治療する時も妊婦の時が効いてきますんで、よいしょ。私を追いかけてきてくんないかな。お、よし、いいじゃない。さあどっちか来る。この壁の先の音を聞いて判別します。今小窓から見えてたね。そのまんまここ駆け引きしないでまっすぐ行きます。もう一周できるんで、これパンチを食らわない距離だったら鞭を出させることができるんで、ね、ここもね倒さない勇気。まさかそこ倒さんやろう、いや倒すやろう、倒さないわけないだろうというこの度胸よね、重要なんで。と見せかけ今度はもう一回こっち、こっち行きます。そう、この後ろ見てるからこそこの判断ができるわけですね。こちらよん。ここの板いい感じだな。あそこの板存分に使っている。しかし一回離しましょう。ここの板もいい感じだね、覚えてきたぞ。もう一回さっきの箇所にぐるんと回っていきましょうか。いいね、さあつけて出てるね。うん、先回りしないね。 OK、 奥奥を回ってきてるね。 OK、 ここで何周かしましょう。今度はおっと見失ってるが、ここで姿見えないまま足跡だけ今追ってる状態でしょ。これいいだろう、最短距離でチェイスする。もう一周行け、もう一周フェイント行くと見せかけいかない、それでもう一周稼ぐと見せかけいくこれはですね、やはりね、心理戦、どれだけ心理戦をできるかっていうところだよね。圧電機、なんか圧電機あれ1台ぐらい進んでもいい気がするけど、よれわらっポッポッ、あれレオン君私の代わりにチェイスしてくれるかい。だったら私が発電機行こう。ありがとうなレオン君、頼んだぞ。あとはバトンタッチだ。ちょっと待って待って、ちょっとそこそこまず、しかもミスったかスキルチェック。いやちょっと待って待って待ってあ
これどうしようかな。バベチーでそれ分かってんだよね。バベチーでバレてんだよね。これ間違いなく。あれ、これレオンもしかしてバベチー気づいてないかな。気づいてないね、バベチーに。やばいな。どうなんだろう。多分非常口も分かってないかもね。あの分だと治療優先してるあたり。あ、これ見つかったな、間違いなく。まあ、そうなるよね。どうすっかな。何か、これもう耐えても仕方ないが、ワンチャン、ワンチャンここら辺で一回もう死んで、肉フックどうだ、肉フックどうだ、間に合うのか。おお、え、これ、おお、いけた、脱出できてる。ワンチャン非常口いけるぞ。どうなるどうなる。レオンくん行ってほしい、行ってほしいぞ。どうだどうだ、ちょっと気になる気になる。ちょっと待って、なるほど、追われてるね、追われてるね。猫に見られてるね。マウシロン張り付いてるね。非常口、うわ、間に合わないんじゃないかこれ。どうだ、いや、いけるか、いけるか、いった、おめでとうございます。本当に、まあ、なんかチェイス頑張った甲斐ありますこれはね。まあ、そんなこんなで皆さん、今この瞬間チェイスができなかったとしても積み重ねていきましょうよ。それでは皆さんの良きゲームライフの方に戻っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。そういうことだ。